昔あのパワープリンっていうあの番組をコント番組で、ああありましたね、レギュラーでしたけれども、うん、当時まだ3年目とか4年目のもう本当右も左も分かんないみたいな状態で、しかもコント師でもなかったのにコント番組にまあ入れていただいて、もう何にも分かんない状態で、ね、かるかる、2年間やらせてもらってて、で言ったらその中に入ってたとて私もめちゃくちゃ悔しがりなんですよ。私そのもう、ジェラシーやきもち焼きというか、だからもう本当に受けてる人がいたらもうクソとか思うし、やっぱそのなんで私はこんなにコントに出れないんだとか、そのパワーブリンの中でもやっぱもうこの人だけめっちゃ出てるとかすごいあったんで、そういうのあるだろうね。もう私たちとかもう本当にあんま出れてなくて、今日も目立てなかったと思ってそのステージから降りたんですよ、はい、でその後に行ったのが横澤夏子ですよ。夏子が椅子から転げ落ちたんですよ。で椅子をなんか破壊したんですよ。そしたらもうジョーンってもう、ね、爆破ねみたいな、もうキーってなって、もう同じ女芸人だし、口で後輩でクソみたいな、あらあら、私が欲しくても欲しくて相手にできなかったこの爆破もちろん手叩いてもらって、もうめちゃくちゃ面白いみたいな。でもちろん私も笑わないわけにはいかないじゃないですか、レギュラーだから。チームプレーやから、お笑いはチームプレー。こんな顔して見てもらえないじゃないですか。正直泣きそうでした、うん、もう私はもういつ目立てるんだと、もう今日も目立てなかったっていう感じでこうやって笑ってたら、ポンポンって肩をこうやってこう背中をポンポンってやってくれた人がいて、えっと思って振り返ったら、ジャングルポケットの太田さんが唯一私がなんかちょっと様子が違うなっての気づいて、なんかもうおいおいって切り替えろみたいな感じでこうポンポンってやってくれたんですよ。そっから3年マジで好きでした。もうマジで好きで好きだったな。いやでもそれは太田すごいね。それはさ、こう番組中に俯瞰で見れてたってことやん、うん、その冷静にみんなを見てて、うん、その一言、いやーすごいね、いいじゃん、それは好きになるわね。ほんで結婚して、そうですよ、もうだから本当に。でも太田さんももちろんそのすごい飲みに連れてってくださったりしてて、太田さんもなんかこう本当の愛が分かんないみたいなことなんか言ってたんですよ。なんか俺は人を愛せない人間だみたいな、あ言ってたね、すごい言ってたじゃん。でももちろん太田さん今の奥さんと結婚する前も何人かねお付き合いした人もいたでしょうけども、でもなんか違うんだよなみたいな。だから俺は本当に多分結婚とかできないと思うって言ってたんですよ、うん、でだから私も変な話、まあ結婚されたらもうスパッと諦めなきゃいけないけども、うん、太田さん自身がこんなこと言ってんだったら、じゃあ私もこの片思い、まあ、もうちょっと続けられるかなとかって思ってたら、うん、半年後にあんなモデルと結婚しやがった。あんなモデル笑い方あんなモデル、いい話だね。それはちょっと好きになるの分かるよ。そうですね。